こそ勝利をつかんで正木天智くんのハートを独り占めよ。そんな独占禁止法に引っかかるようなこと許さないんだから。でもね、この清根星に古くから伝わる伝説のカプセルモンスター宇宙岩石大魔人に勝てるかしら。勝つもん。ラジオドラマシリーズ魔法少女プリティサミーオリジナル第23話、サミー絶対絶命の巻。いきなり決めちゃうんだから。なんとなく名付けたプリティカノン、最大出力で撃っちゃいます。プリティカノンターゲットロック、ラブリーシュート笑ってるぞ。確かにプリティカノンが命中したのに。傷一つついていませんわ。そんな最大出力のプリティカノンだったのに。おバカさん、この岩石大魔人の体は宇宙の一部の地域にしか生息しないサティポロジアビートルの甲羅を少しずつ集め、伝統の職人さんたちが精魂込めて作り上げた巷でも大変に硬いと評判の装甲で覆われているのよ。まさに伝統芸の世界。ダメだよサミー、いきなり必殺技を打っちゃう。真っ先に必殺技を使うと大抵的には通用しないという全宇宙的なお約束があるのにね。この勝負サミーの負けかもしれない。さあ今度はこちらの攻撃タイム。大魔神の腕から巨大な鉄球が。やばい、避けろサミー。ごめんなさい、じゃなくて当てようとしてるんだってば。うそ、ほんと。さあ大魔神ちゃん、どんどん撃っちゃって。あらら、ああ大魔神の様子がおかしいぞ。なんだか苦しんでるようにも見えますね。どうでもいいですけど、さっきから特使たち実況中継のアナウンサーみたいですわよ。あら、どうしちゃったのかな。いかない。なんだい花君。清根星に古くから伝わるカプセルモンスターだけにきっと有効期限が切れていたんだ。ああ、このままだと岩石大魔神は命令も聞かずに勝手に暴れ出しちゃうぞ。大魔神ちゃんったら、せっかくのチャンスなんだからもっとビシッと戦ってよ。ちょっと育ての親である私を掴んでどうしようっての。やだ、ねえ話しなさいってば。あの大魔神鉄球を乱射し始めたぜ。と暴走を始めたんだ。解説の涼子さん、これはどういう展開でしょう。なんと申しましょうか、まさしくメイクドラマと言いましょうか。ってこの非常時に遊ぶなよ。ごめんなさいね、つい危ない。あれ、だー、宇宙大魔神が大暴れしだしたぞ。あーみんな急がず慌てて避難するんだ。あ、しかし避難といっても人を責めることじゃないからな。こんな時にバカ言わないでくださいませ。そうです、そうだ、それが避難だ。避難ゴーゴーってな。はあれー、鉄球だけに鉄球にしってかなり無理や。吹っ飛ばされた。天元寺さん、私たちも避難しましょう。でもこのままじゃ二人とも危ない。はあ、
アシュちゃん、無事だったかい？コナ君！ハクアちゃんも大丈夫？カプチンさん！危ないところだったよ。僕らが飛び出すのが少しでも遅れていたら、二人ともペシャンコのところだ。それにしても、プリティサミーは何やってんの？ダメよ。え？さっき見たでしょ？サミーの必殺技、プリティカノンまで跳ね返す強敵なんですもの。地域限定型のヒロインでは手に負えない相手よ。いい加減にしてよ。このままじゃ学校だけじゃなくて阿佐ヶ谷界隈までボロボロになっちゃうよ。私だってこいつに掴まれたままなのよ。どうしたのサミー、なんで戦わないの？ダメだよ、プリティカノンは効かないし、鉄球攻撃も強力だし、何やっても勝てないよ。天地兄ちゃんにはあんなこと言っちゃうし、変身してもみんなの期待に応えられない。やっぱりサミーは悪い子なんだ。サミー、こりゃ手のつけようがないな。いよいよ最終回って感じだね。残念だったね、ワシューちゃん。特訓の成果見せられなくて。いいえ、まだ終わってないわ。天元寺さん、赤ちゃん、あなたも猛特訓したんでしょ？その成果、今こそ見せる時じゃないの？毎度おなじみの絶体絶命。このままじゃみんなの町がめちゃくちゃだ。だがプリティカノンすら跳ね返す強敵に勝てるのか、やってみなくちゃわからない。だからいい加減に立ち直ってくれサミー。そしていつものように戦え、魔法少女プリティサミー。続く。